下品な話あります。義弟夫婦が離婚するらしい。義実家とは疎遠になってたから全然知らなかったけど、突然、義弟の奥さん A さんとするから電話がかかってきて、義弟と離婚することになったのは、あんたにも責任あんだからね。って言われて、は?と一言発しただけで切られたわら。なんのこっちゃ?と思って放置してたら、その後、すぐに、C メールで3通にわたって長文メールが届いた。メアド教えてなかったから。簡単にまとめると、私たち夫婦が、義実家と縁を切ったせいで、自分たち夫婦が、長男夫婦の扱いを受け、同居を強いられた。夫婦が不仲になった原因は、すべてそこから始まっていて。ゆえに、責任は、長男のくせに長男らしいことをしてこなかった長男夫婦にあるというもの。特に、私は、長男の嫁でありながら、次男嫁に対する思いやりもリスペクトもなく、親鸞化をしてるのは最低である、と。おそらく、知らん顔のタイプミスと思われるが、最初ひどく悩んだわら。義実家関連は、すべて着信拒否にしてあったけど、義弟嫁は、もともと登録すらしてなかったのは不覚でした。多分、最初に電話がかかってきたのは、この番号で合ってるか確認したんだろうと思う。夫の実家は地方の田舎なんだけど、田舎にも、もちろんおおらかで優しい人はたくさんいるが、義実家に限っては、典型的な下品な農家能だったのね。夫も、それを嫌って、都会の大学に進学して家業を継ぐことを拒否したんだけど、結婚して、3年目までは、年末年始だけは一緒に帰省してた。私たち、結婚したのが、お互いに28歳と早くはなかったから、すぐにも子供は欲しかったんだけど、なかなか授からなくて、そんな時に義父から、お前、夫のチンポが役立たずなら、俺が孕ませてやってもいいぞ、ガッハッハ。って言われて、義母も義弟嫁も、同じ女でありながら、何も感じないのか一緒になって大笑いしてたんだよね。私はショックで固まってたけど、夫が怒って、義父を怒鳴りつけたのね。いくら親父でも言っていいことと悪いことがある。私子に謝れ。で、息子に怒鳴られたことや、嫁に謝れって言われたことで義父がカッとなって、夫を殴った。それで、私が、自分たちの部屋に、荷物を取りに行って、帰ろう。以来絶縁してた。あの時のこと、この人は忘れてるんだろうか?チンパンジーみたいに手を叩いて笑ってたくせに。言いたいことはたくさんあるけど、あまりのバカバカしさに、親鸞と2文字だけ返信したわら。